はい、ということで、スタンドバイシネマチャンネル塚原でございます。よろしくお願いします。というわけで、今回は前回に引き続き、ホラー映画特集、最強ホラー映画特集ということで、前回第5位と第4位を発表しましたので、今回は3、2、1といこうと思っております。そうですね、前回の動画なんで見てから今回見ていただけると、とても分かりやすくていいんじゃないかなって感じですね。そうホラー映画とは何たるかみたいなことも前回ちょっとね、語らせてもらってるんで、それを見てからこちらも見ていただけると、概要欄から貼っておきますね。ぜひともよろしくお願いします。さあ、というわけで行きましょうか。最強ホラー映画特集第3位、早速行きましょう。第3位は、シャイニングでございますよ。ねえ、ごめんなさい、超ベタベタの王道来ちゃいまして、そう、さっきから僕なんとなくね、気づいてる方もいらっしゃるかもしれませんが、この T シャツも、これグレイディーズツインズって、グレイディの双子ね、グレイディの双子の姉妹でございますね、T シャツ。シャイニング T シャツでございます。もう僕はね、シャイニングがとにかく大好きで、まあ、監督ね、が好きなのはあるんですけども、大好き、大好き、何回見たことかわかりません。なので、これをね、外すわけにはどうしてもいかないんで、ぜひとも第3位にいじらせてもらいました。まあ、そもそもですね、この、シャイニングが何が素晴らしいかと言いますと、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ですね、ロンドン王立大学の研究、とある研究チームがですね、もう有名な話なんですけども、とあるホラー映画を分析しまして、数式を作ったんですね。その数式を計算した結果、いろんなホラー映画を計算した結果、この数式に当てはめた結果、シャイニングが1位だったんです。つまり、まあ、1位なんですよ、結局。まあ、そのロンドン王立の研究チームの結果を信じるならばね、そのね、数式がなかなか面白くて、ですね、例えば、緊張感をかけるとか、リズム感、あとはね、面白いのが、登場人物が少なければ少ない方がホラー映画はいいらしいんですよ。とか、あとは、陸の孤島っていうんですか、いわゆる、独立した状況に、いかに追い込まれてるか、みたいなことを足したり割ったりかけたりした結果が、答えが出るらしくて、その結果がシャイニングだったらしいんですね。つまりね、まあ、それぐらいやっぱ怖いということですよ。まあ、ちょっとこの映画本当にね、僕好きすぎて、これだけで別で今度一本あげたいぐらい、説明すると長くなっちゃうんですけども、まあ、これは、まあ、原作はスティーブン・キングっていうね、まあ、イットとかね、ペット・セメテリーとか、まあ、もちろんすごいね、キャリーとかね、すごい有名な作家さんで、監督は、あれですよ、ごめんなさい、全然出る前、キューブリックね、スタンリー・キューブリック。スタンリー・キューブリックというね、超天才と超天才が掛け合わさった作品なんですが、これは原作と映画とはとても大きく離れている作品でございまして、まあ、僕はね、原作も読みましたし、後で説明しますが、キングが作ったテレビスペシャル、テレビドラマ版も見ましたし、もちろんこのシャイニング映画版も見てますし、っていうわけで、いろいろ見比べております。ただ、間違いなく、やっぱりね、このスティーブン、シャイニングは映画版が間違いなく一番怖い。まあ、なぜかと、まあ、言いますと、まあ、そもそもですね、何が違うかと原作と映画と違うかと言いますと、まあ、結末がかなり大きく違うのはあるんですけども、一番大きな違いは、このオーバールホテルというね、ホテルが、メインになる舞台なんですけども、原作はですね、オーバールホテル自体が、モンスターというか、意志を持った、言ったらファンタジーみたいなホラー、お話なんですよ。その建物自体が、館自体意志を持って悪さをしてるみたいな描写をされててですね。ただ、映画見て方ならわかると思うんですけども、映画違いますね。映画は、独立した状況、さっきも言いました、陸の孤島みたいな状況に、置かれてしまった。まあ、実際、仕事で入ってるんですけども、ある家族はね。で、そのジャック・ニコルソンが父親が演じてるんですけども、そう、父親が、5ヶ月間、冬の、山小屋っていうかホテルに閉じこもったことによって過度のストレスで狂っていってしまうという恐怖が描かれてるわけですよね。つまり全然違うわけですよ。そこがかなり大きな違いでして、まあもっと違いいっぱいあるんですけども、そもそもこのグレイディーツインズも、これは映画版だけです。姉妹が出てくる、グレイディーの姉妹が出てくるんですけども、原作はただの姉妹で双子じゃないんですよ。で、この、もうキューブリックが双子にしたら怖いだろうってことでツインズにしてるわけですね。あとは、有名な、エレベーターから、大量の血がドバドバドバーって流れてくるシーンも原作にありません。あれも映画ならではの演出ですね。というわけで、そういうのももろもろ掛け合わせ。で、前回の動画でも僕はちらっと言ってますが、何が怖いかって、結局、
館自体が意思を持ってるみたいな話は、まあ作り物としては面白いですけど、受け入れがたいんですよ、どっちかっていうと。でも、映画版のシャイニングは、キューブリック版シャイニングは、人が狂ってしまう。しかも、父親という一番身近な存在、家族が狂ってしまって、家族に殺されそうになるっていう恐怖を描いてるわけですね。だから、きっとキューブリックは、そっち側に方向転換をしたわけですよ。怖さという意味を取るって、ホラー映画という意味でね。なので、原作は、どっちかしたらファンタジー的な怖さ。映画はリアル的な怖さ。というわけで、全然怖さが違うんですよね。まあ、で、まあまあ、その辺もね、説明するとちょっと長くはなってしまうんですが、まあ、そうですね。まあ、皆さん見てるでしょ、サイシャイニングに関しては。なので、ぜひとも、まあ、見比べてみるのもよし、小説を読むのもよしですね。もちろん、原作は原作ですごい面白いので、なんかね、まあ、オチもね、実はまあ、スティーブン・キングっていうのは父親との確執がある人で、その確執を埋めるために書いた話がシャイニングだったのに、まあね、映画ご存知の通り全然違うような結末になってしまってるんで、それは キングが起こるのは無理はないんですが、怖さといって意味では間違いなく映画版シャイニングが怖いです。そして、これもね、前回の動画で言いましたが、スクリームクイーンの話しましたね。今日、絶叫女王の話しましたね。スクリームクイーンっていうのが、今回もこの子、シャイニングでも大活躍してまして、もちろん、ジャック・ニコルソンも凄まじい演技でさすがでございますが、それより、シェリー・ディバルさんっていうね、女優さんが奥さん役をやってて、まあ、見たことあるでしょ、皆さん。恐怖の、みたいなね、恐怖の表情されてる、目も大きくてね、ギョロッとした目な。あの人もね、シャイニングがすごい有名になっちゃってます。他の作品もいっぱい出てるんですよ。有名なんですけども、やっぱり、顔の、なんだ、インパクト。あの顔を見ると、って怖くなるでしょ、こっちも。あれがね、まあ、結局あれは、キューブリックが、いやもう何回も何回も撮影して、ストレスでああなったとも言われてるんですけども、元からね、やっぱお顔がいいお顔を出しされてるので、ホラー向きっていうかね。まあ、そういう意味でも、さっき前回の動画で言いました、スクリームクイーンっていう意味でも、この映画は、当てはまるというね、怖い映画っていうわけなんですよ。まあ、いろいろ説明すると長くなるんで、また、改めてね、この辺のね、こういう、なんすか、このオーバーロックとも鍵を、僕持ってたよね。これぐらいね、これね、絨毯でね、好きなんですけどね。まあ、これはまた、今度紹介しましょう。はい。というわけで、行きましょう。ね、ちょっとシャイニングはね、好きすぎてね、ちょっと長くなっちゃうんで。はい。じゃあ行きましょう。続きまして、第2位は、悪魔の生贄、来ましたー。これもね、すべてベタな王道で、申し訳ございません。ただ、これも外すわけにはいかない。間違いなく、めちゃくちゃ怖い。これはめちゃくちゃ、まあ、そもそもこれはちょっとね、トビー・フーパーっていう監督の1974年ぐらいのやつかな。結構古い映画なので、やっぱね、まだ今みたいにデジタルじゃないんで、もちろんフィルムで、画質が荒いし、そういう据えた匂いとかも伝わってくるような怖さなんですよ。しかもこれは予算の関係で、実際ですね、普通の映画とか大体35ミリフィルムで撮ってるんだけど、予算の関係で16ミリフィルムとかに落とし込むしかなくて、余計だザラつくことによって、余計それが結果として怖さを生んでるという、まあそういう意味でも奇跡的な作品なんですよね。これはまあ説明しますと、まあ、あらすじはなんとなく言いますと、テキサスの片田舎に、行った時に、まあある一件、旅行に行った時に、ある仲間たちが行った時に、ある一軒家に泊まったらって言ったら、その一家が全員がファミリーとして狂ってたっていう。まあ言ったら、もうそんなただ単純に怖いだけなんですけども、家族がそもそもガチガチにおかしいに襲われるっていう話なんですけど、これはですね、まあ多くのフォロワーを生んだ映画でございまして、まあその犯人が有名ですね、ご存知かもしれませんが、画像出るかな、レザーフェイスっていうね、有名な人の皮を被った、人なんですよ。大男で。これは、まあ、エド・ゲインっていうね、実際にいた、シリアルキラーが元になったと言われてるんですけれども、まあ違うとも言われてるんですけどね、実際に、まあそういう人の皮を剥いで、被ってるような、その一人だけじゃないですよ。家族全員がそういうファミリーなんですよ。そして僕が一番見てほしいのはグランパです。もうグランパとしか言えません。もうグランパを見てほしい。でもグランパの恐ろしさ、ビジュアル、そしてね、もうハンマーでね、まあ、言いませんが、ハンマーのシーン、ぜひとも見てほしい。めちゃくちゃ怖いし、めちゃくちゃ面白いしっていうね。なかなかこれはね、やっぱ思うわけですよ。ちょっと日本でもちょっと田舎行くと、こういう古びた一軒家とかあるじゃないですか。
そういうとこにこういう人が住んでんじゃないかというふうに思ってしまうぐらいな、ね、インパクトを与えてくれる、ずっとなんだろう、そういういろんなとこ行くたびに田舎って怖いなって思わせてもらってくれる、良質なホラー映画ですね。まあこれはね、もうあまりに質が良すぎてニューヨークの近代美術館にね、保存されてるってぐらいの、特別な映画なんで、これはまあ見ておいて損がないですね。うん。ちなみにレザーフェイスは皆さん知らない、ね、よく見ればわかるんですけど、実は同じマスクじゃないです。劇中3枚マスクをシーンによって料理するしときはこのマスク、人を殺すときはこのマスク、ちゃんと着替えてるって意外に律儀なやつなんですよね。それもね、ぜひぜひと見ていただけると。ちなみにレザーフェイスがチェーンソーを使ってまして、これでチェーンソーの凶器が有名になって、ね、ジェイソンは有名ですけども、あれは、マチエーテです。ナタですかね、ナタ。あれはチェーンソーを一回も使っていませんからね。それが混同されて、よくジェーンソーが、ジェイソンがチェーンソーって言われるんですけど、ジェイソンはチェーンソーを使ったことはないです。マチエーテとかナイフと包丁とかね、使ってまして、レザーフェイスがチェーンソーです。はい、そこだけでもね、覚えてくださいっていうわけですね。じゃあ行きましょう。第1位は、悪夢探偵2でございます。どうす、ちょっと意外なの来たでしょう。ね。これはね、塚本晋也監督の、まあ、2っていうぐらいですか、前作悪夢探偵でございまして、前作の悪夢探偵もめちゃくちゃ面白いんですけども、僕がおすすめするのはこの2でございますね。ちなみに、塚本晋也監督としては、初の続編、実は鉄王っていう作品がありまして、鉄王も、傑作で、鉄王も2あるんですけども、実は繋がってないんで、鉄王に関しては。ちゃんとした続編とするのはこの悪夢探偵の1と2ですね。で、ちなみにこの2をなぜおすすめしたかっていうと、2だけ見てもね、ぶっちゃけこれいけるんですよ。まあ、もちろん1見た方がいいですけど、2だけ見ても全然わかるんで、時間がないって方は2だけでも見ていただけると、ね、いいかなって感じです。これはね、あらすじを言いますと、悪夢探偵という探偵が松田龍平くん演じる影沼恭一っていうね、役がいるんですけど、これがまあ、ドハマりしてる役なんですけども、松田くんって結構ボソボソって喋るじゃないですか。あれがね、ああいうキャラね、もうそういうキャラなんですよ。もう基本的にネガティブっていうか、やる気がないみたいな感じで、で、悪夢探偵っていうのは人の夢に入ることができるんですよ。それが能力なんで、でも人の夢に入るだけなんで、基本的に。彼自身はやる気もないし、特にそれ以外の能力は持ってないんで、解決できないこともあるんですよ。行きたくないわけですよ、本人は全然。なので、ずっと口癖が、やだやだ、みたいな感じでね。その、なんだ、キャラクター造形も、ものすごくバチッとハマってて、それもまず面白い。で、これはもともと原作は塚本さんの、小説でございまして、この2がですね、タイトルは、悪夢探偵、怖がる女。悪夢探偵、怖がる女ってタイトルなんですよ。さあ、ね、このタイトルが出ましたが、僕が先ほど、前回もさっきも言いましたが、まさしくこれです。怖がる女。スクリームクイーンでございますよ。これをまさしく、この言ったら、日本版にした、日本版、そのピックアップしたような映画でございまして、この怖がる女を演じてるのが、市川美也子さんってね、女優さんでございます。有名な女優さんでございまして、ちょっとね、さっきも言ったシャイニングのね、シェリー・デバレさんちょっと似てるんですけども、お目パッチリで、結構インパクトある顔されてて、お綺麗な方なんですけども、この方が、まあ、言ったら、お母さん役なんですよね。松田龍平君の過去に戻れみたいな話なんですけども、ずっと人の悪意が見えてしまう能力があるんですよ。お母さんは。で、だから、人の何を思ってるか分かってしまうがゆえに、やっぱ対人恐怖症になってしまうね。で、ちょっと狂っていってしまい、自殺をしちゃうっていう役なんですけども、ずっと、だから、怖い、まあ、っていうシーンがいっぱいあって、よくあるじゃないですか。人の、古いマンションのシミとか、古い日本家屋の、木の、なんか、目が人の顔に見えるとか、言ったら、マックス版っていうんですか。まあ、あれって体感するとわかるじゃないですか。なんとなく、イメージで。ああいうことを、なんていうんですかね、事件化してっていうか、映像、お話にピックアップして、そのフューチャーした映画で、やっぱね、まさしくね、この、彼女の演技とお顔とがめちゃくちゃまず怖い。それはもう本当にタイトル通りですけど、怖がる女がまず怖いっていう話で。そして、まあね、これは見ていただいてからあれなんだけども、あるね、っていうね、
ね、やばいやつが出てくるんですよ。シャーペン、これボールペンですけど、シャーペンを持って襲ってくるとあるキャラクターがいまして、ここはもう屈指のホラーシーン、めちゃくちゃ怖いです。もうなんかね、もうそこだけでも見る価値あるかなっていうぐらい、もう本当にそこだけ抜いても怖いんで、ぜひともそこはね、そのあるエレベーターのシーンなんですけども、ぜひともそこだけでも見ていただけると、あとね、そうですね、市川さんのお顔だけでも見ていただけると、この怖さが伝わるんじゃないかなと思います。はい。というわけでね、早くして説明しましたけど、ちょっとね、あんまり長くなっちゃうとまたあれなんで、なくなっちゃいましたが、というわけでベスト3、2、1でございました。またね、ちょっと、細かい映画とか、もう細かい説明とか、また、いつか動画であげようと思ってますが、とりあえず、ベスト5を説明、紹介しました。お時間ある方は、この、ね、夏のうちに見ていただけるといいなと思っております。あ、ちなみにそう、あとホラー映画どうしても怖くないって方は、視察道具がございまして、僕、ヘッドホンをしてみてください。20倍ぐらい怖いです。投射費。20倍ぐらい怖くなるんで、ぜひともそれだけでもしていただけると、ね、全然違うと思います。はい。というわけで、怖いホラー映画特集でございました。なかなかありがとうございました。またね、次はいろいろやっていこうと思っておりますんで、ね、シャイニング大好き。またシャイニング特集もします。ありがとうございました。また見てください。ありがとうございます。スタンドバイシネマ。